次はホトトギスのお話ですが、これはもうね、何からお話したらいいかわからんというぐらい有名です。どっからお話しても話の種はたくさんあります。まずホトトギスは詩や歌で有名で、ホトトギス泣きつる方を眺めればただ有明の月ぞ残れるとかね、そのような歌に代表される。だがもうそれは昔からね、奈良時代よりもっと前からあり、今もあり、これからもあるでしょう。ですからこの鳥は5月頃に鳴き始めるので、初夏の頃から鳴き始める、5月ぐらいから鳴き始める、季節的に言うとそうなりますので、その頃から聞く人は耳を傾けなさいよということになって、みんなホトトギス鳴かないかな、ホトトギス鳴かないかなと言って心待ちにしているようなところがある。そこでホトトギスはいろんな漢字書きますけども、普通には時鳥と書くんですよ。時の時計のと、あの時間の字ね、字の鳥、時鳥と書いてホトトギスです。鳴くのをみんな待ってるから時の鳥、まあそういうことになるんですね。姿はちょっと鷹に似てるというので白黒の島があって、綺麗ではないですね。少しも綺麗ではないが印象的ですね。姿がちょっと鷹に似てるんです。このホトトギスの仲間は、これがまたみんな有名な鳴き声を出します。私が覚えているのでは、動物学者の、大島先生という方が、東北地方でしたな、安達太良山へ登った時にこのホトトギスの声を聞いたって言うんです。その時聞いた先生が書いてるのでは、キヨッ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 、二声三声繰り返した、それだけだって言うんですね。あれなんだ、そんな簡単なのか思いました。でその声を聞いて、その峠をしばらく行きますと、カッコーカッコーという声が聞こえた。これは言うまでもなく、その名前の通りカッコーという鳥で、非常に朗らかにな声を出して鳴く鳥です。でそれから谷を村の方へ降りていくと、今度はポン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 という声が聞こえた。竹の筒を遠くから叩くような声、これは筒鳥って言うんです。カッコ、筒鳥、ホトトギス、これは全部トケン類、つまりホトトギス類の仲間みたいなもので、姿形も似てるんです。いずれも鷹に似てるので、でこの鷹に似てることについていろいろな説もありましてね、鷹に似てると鷹が仲間だと思って、殺さない、だから鷹に襲われないで済むというのは第一ですけども、その他にですね、このホトトギスの類、トケン類は、ホトトギスもカッコウもポンポンと鳴くツツドリも、いずれも自分では卵を温めない、他の鳥に卵を温めさせるというずるいやつなんです。姿が良くて風流で詩的でね、詩のようで、日本三名鳥といって、三名鳥の一つと言ってもいいぐらい風流なポエジーな鳥なんですけども、その生態は紳士の仮面をかぶった強盗なんていうぐらいですね。何がそんなずるいかというと、ウグイスやヨシキリなどの小鳥が卵を産む時になるとこっそりやってきて、鷹のような姿をして脅かして追い出すんだそうですね。あるいはただ偶然にいない時に飛び込むんですがね、飛び込んでウグイスやヨシキリの一つか二つだけまだ卵を、自分のヨシキリやウグイスの自分の卵をね、産んであるところへ来て追い出すか、あるいはいない時を狙ってその巣にまたがって止まって、ほんの数秒、十数秒で自分の卵を産んで、代わりにそのヨシキリやウグイスの卵を口にくわえて盗み出していっちゃうんだそうですね。つまり一つ減らして自分の卵を産み込んじゃうわけです。そこへ帰ってきたヨシキリやウグイスは正直な鳥で、また実際卵は、あのホトトギスの卵、カッコの卵はよく似てるんだそうです。その盗まれた、元のヨシキリやウグイスの卵とね、よく似てるんだそうです。しかもちょっと一回り大きい、ずるいね、よく似てて一回り大きい。そうするとどうしてもね、鳥っていうのは目の動物ですからね、それに気を引かれてその卵を一生懸命温めちゃうんだそうです。なんだお前だけ違うじゃないかって言って、その卵を他へ落としちゃえばいいのに、そういうことはできないね、できないです。それで一つの卵は盗まれてしまい、その卵は食べちゃうんだそうです。それからホトトギス、ツツドリ、カッコの中には卵を盗んで持ってっちゃうんじゃなくて落っことしちゃうってのもありますね。
オコタシの場合は卵やそこから生まれたひな鳥が巣の外へ、ヨシキリやウグイスのひな鳥が巣の外へ落っことされることになりますが、落っことされても助けないのです。この小鳥たちのウグイスやヨシキリはね、助けないんです。下へ落っこってキー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 泣いてるんですから、助けてやればいいのに助けないですね。どうしてでしょうね。鳥類にはそういう限界がある。小鳥類には特にある、卵を抱いて、非常に綺麗な立派な巣を作ってね、綺麗な巣を作ってそこに卵を産んで大事に育てるということにおいては、小鳥の類、メイキン類は鳥類の中でも一番っていうぐらいです。特に巣作りについてはね。でありながら、そこから卵がおっぽり出されちゃった、ひな鳥が蹴り出されちゃったっていう場合は、自分の縄張りの外へ行っちゃうわけでしょ。自分の縄張りの外まで行って加えてくるっていうことできないですね。なんででしょうね。実際には加えてくると言ってもね、くちばしで加えてくるんですから、できないかもしれませんけどね。タカヤワシのように足で掴んでくるわけでもないし、できないのかもしれませんけども、観察した結果では、その落とされた卵やヒナを惜しんで、悲しんで、騒ぐ様子はないんですね。知らん顔してますね。その点では、その習性本能は限定的で、自分の巣とそのすぐ近くの周りだけなんだ。そこを離れると分かんなくなっちゃう、関心なくなっちゃうの。で何をするか、急いでもう一つ産むんですよ。仮に3つあったと、それ1つはなくなっちゃった、2つになっちゃったというと、その減ったってことは分かるらしくて、急いでもう一つ産むんですね。必ずそうする。でその産もうとするときに、ホトトギスやカッコウは自分の卵をその中に産んじゃって、彼らの卵を1つ盗んでって後で食べちゃう。そうすると、慌ててもう1つ産まないうちに1つ大きな卵が増えたということになって、ウグイスやヨシキリはどうしても騙されちゃって、それを一生懸命温めて返すんですね。返して帰ってくると、その中の卵の、トトギスの卵の方が、あるいはカッコウの卵の方が先に帰る。で一回り大きなひな鳥が生まれます。このひな鳥がどういうものか、首をこういうふうにこうそっくり返らしてね、体を屈伸させる癖を持っています。でまだ帰らない卵、つまり自分たちの卵の方が先に帰る。帰らない卵や、よしんば帰ってもそのひな鳥を背中に乗せて巣の外へしょい出してしまうんです。放り出してしまうんです。とまた例の癖でね、その義理のおっかさんにさせられちゃったヨシキリやウグイスは、そのおっぽり出された自分の子供を助けようとしない。で1羽だけ残ったホトトギスやカッコウのヒナを育てます。どん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 大きくなっちゃって、しまいには義理のおっかさん、強制的な養母、強制的に養母になっちゃった、その自分より大きな子供を育てるの、自分より大きくなっちゃうんです。ホトトギスやカッコウの子供はね、ヒナはね、しまいにはその大きな養子、預かりっ子の背中に乗って口の中へ餌をやってるんです。お前そんなになってもまだ分かんないのか。本当に不思議ですね。どうしてそこまでバカに徹するのか。でこのこういうことを托卵性って言うんです。人に卵を温めさせる、自分は産むだけ、自分では育てない、母の義務はしない、で他人の親を養母にする、それもずるいのなのって、こんなずるいことないですね、そういう習性の結果、おととにすかっこそれからポンポンと鳴くツツドリなどはみんな人に卵を温めさせます。こういうずるい、たくらん習性を持つ鳥は、このトゲン類の他にもいくつかあって、中にはガチョウの仲間、アヒルの仲間にも1つか2つぐらいそういうことするやつがあるそうですけども、そういうずるい習性は一体どうして始まったのだろう。はじめは間違えて人のその中に産んじゃったんじゃないだろうかというようなことで、ダーウィンはかなりこれを研究してますけども、それでもどうしてこういうタクラン習性がなぜ起こったかということについて十分に分かってはいないようです。それじゃ大変じゃないか、かわいそうじゃないか、ウグイスやヨシキリの卵をだんだん絶滅しちゃうじゃないかという心配が出てきますけども、大丈夫です。そこはうまくしたもんなんです。ウグイスやヨシキリの方があちこちにたくさん巣を作り、たくさん卵を育てますから、その何分の1かが、
加えてかれて殺されて、あるいは巣の外へ放り出されて虚しく死んでしまっても、ヨシキリやウミジの方が減っちゃって絶滅することはありません。繁殖力が上なんです。つまり卵を 人の卵を産み込まれちゃって騙されるチャンスはいくらあったって全体から言ったら少ないから、ウミジやヨシキリが減っちゃって絶滅することはないというわけですね。その点では心配はいらないんですけども、ホトトギスのような素晴らしい詩的な風流な鳥類の影にはこのような罪悪が隠れていたわけです。毎晩毎晩ホトトギスが鳴かないかしら鳴かないかしらとで夜明かしをした俳句の作り手ですね。ホトトギス、ホトトギスとて明けにけという句を残しました。私はキヨ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 って鳴くと大島先生が書いてるもんですから、そういう声で鳴くんだろうと思って、5月になるといつも酔いのはだから、なんか酔いの暗くなってからね、月をかすめて酔いの口によく飛ぶんだそうです。それが一番風流なんです。日本中の人がその酔いの口に夜スーッと飛んで泣くのを楽しみにしたというから、私もやってまして、毎晩のように5月ね、5月の最初の頃、目に青葉、山ホトトギス初夏をと言いまして、青葉の甲に山ではホトトギスが鳴いて、町では初めてカツオを食べる初ガツオ、この季節が5月の最初です。その頃になるとホトトギスの声が聞こえるというんで、毎晩毎晩待つんだけど鳴かなかった。でついに月をかすめて飛ぶ鳥を見たことは見たような気がしたんですがね、その鳥の声はキヨ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 じゃなかったです。ケケキキョカケケキキョカ、こういう声でした。何度聞いてもって、そう何度も何度も聞いたわけじゃないんだけど、私の耳が5月の夜の空で何かちらっと月をかすめて通り過ぎる鳥の影を見て、その時聞こえた声はケケキキョカって言うんです。そのケケキキョカがとても詩的でね、ケケキキョカ、あ確かケケキキョカって言ったなと思ってると、ケケキキョカケケキキョカケケキキョカ、だんだん遠くなってくる、ね、確かに月をかすめて飛びながら鳴く声がだんだん遠くなる、あだんだん遠くなっちゃった遠くなっちゃったっていうので、いつまでも耳を傾けて聞いてるというのが、これがいわゆる風流ということらしい。そして毎晩のようにそれを、その声を恋するように聞いてるというのが日本人の声で、ホトトギスは日本の国鳥に近いぐらい、キジが国鳥ですからね、キジの国鳥であることよりもっと有名なぐらいで、ホトトギスは、謎の鳥でもあれば、その裏面生活のいたずるい嫌なやつで人に卵を温めさせるやつでもあれば、虫を取ってくれる益虫でもあれば、それからホトトギスという有名な小説にもなってるというように、文学的テーマにもなってる不思議な鳥です。探れば探るほど何だと思う点もあれば、ひどいやつだなと思う点もあるんですが、依然として今でもホトトギスは日本の詩歌詩や歌の中の主人公として続いています。